ローチケチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。キリンジです。普段はあと2人いるんですが、はい、今日はあいにくと欠席しております。はい、4人でお届けします。はい、ベースの茅ヶ崎学とピアノの琴りんごが休みなんですね。そうです。そんなキリンジなんですけど、久しぶりにちょっとワンマンのライブをやると。はい。いつですか？はい。なんと11月21日土曜日に東京 EX シアター六本木、そして11月25日水曜日に大阪梅田クラブクワトロでやります。これはね、今年キリンジはたくさんいろんな夏のイベントに出たりとか、はい、あとエクストラ11という11をリアレンジしたアルバムを出したりとか、結構精力的に活動してましたので、それらをこうまとめるようなライブになるかと思います。それから新曲も何曲か用意してますんで、あ、今後キリンジはこういうのやるのかなっていう目安にもね、なるし、あとなんだろうな、古い曲もね、やりますんで、このように盛りだくさんな内容でお届けします。とっても楽しいライブになると思います。すべての方に満足していただけるライブになると思います。そうです、なんでぜひともお越しください。キリンジでした。待ってます。